これが八つ坂村のモデルになったものですね。昔と絶対ありますよ。でもなんかこの関係性がある感じよね。そうですね。この家が。あ、じゃあ人間の足じゃないとダメみたいな。そう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 。はいどうも。はい。どうも。前ゲールさんがそうね、八坂村を制覇したんですけど。行こうと思って。行こうと思って。はい、今日はもう完全武装でね。完全武装で。完全武装で。行きましょうかね。だいたい4時間ぐらいかかるんですよ。ここに戻って4時間以上かかるとあ、じゃあちょっと時間ちょっと今がわかりますか。今1時27分。今回の目的は八つ赤村のモデルになった津山事件の現場に向かうということです。時間もかなりかかります。あ、イノシシの罠発見。本当だ。多いでしょ、ここら辺。うん、なんか何があるかわからないですね。もしかしたらまたね、お宝みたいなのが出てくるかもしれないですね。そうだね。どう、全然いける。全然大丈夫です。山登りは、ね、好きなんで。上がっただけだよ。すごい。牛舎が。こんな高いところに牛舎あるんですか。あるもんなんですか。あるもん。どんどんね、世界が本当雪になっていきますよ。標高が上がるんですよ。やっぱね、雪がいっぱいあるんで、めっちゃ寒いですよ。すごい。向こう気にしちゃう。道がなくて、崖崩れてて。あ、じゃあ人間の足じゃないとダメみたいな。そうだよ。ここから。いやもうかなり斜面が急です。ほんとこう立ったら分からないですね。道みたいな感じかな。知らないですね。なんてなんかわからないですけどね。
ここまでは来れたんか、それがこの山を登ってきたのか。途中もこっち来るようなね、すれ違うような足跡なかったんで、多分こっちも頂上行って多分折り返して諦めたんだろう多分ね。ちょっと開けて3時38分です。何時間ぐらいかな。2時間ぐらい。2時間だとようやく1個の目の山を制御。まだここから降りて、次の。そうだね。かなりまだ下が。限界集落化しつつあるけど、はいはい、まだ全然人のね、あ、まだいるんですか。そうそう、全然町というか村になってて、もしかしたらここだったかもしれない。いやでもここは、まあ、その当時からあったとこかもやつかもしれない、うん、この土地で本当死んだ人がいる。そう、2時間の間で33人かな。2時間で33人ですぐらいかな。まあ、30ぐらいかな、うん。で、そうね、そうね。この松の木の辺に家があったっていう。そうなんですか。うん、その生まれた家じゃなくて、住んでた家、うん、その辺に住んでた。昔から絶対ありますよね、うん、なんかガラスの扉があるんだ。いや、この関係性がある感じよね。そうっすね、この家が。じゃあね、今1個山を登って降りてきて八坂村に行ったんですけど、次はあの山を越えます。ただいま時刻が4時半というね、1時半からもうだいぶだった僕らの歩みっていうのはすごくて、あの山あるじゃないですか、あの山を後ろからぐるっと越えてここまで歩いてきて、またさらにここからこの山越えて、またぐるぐるして回って、その始まるスタート地に戻るというね。そうだね。ああ、しんどいですね、これ。もう傾斜と雪で、もう、やばいです。一気に真っ暗になって。そうですね。まだまだ歩きますよ。もうちょっとでね、ゴールかなっていうところなんですけど、真っ暗ですよ、本当。街灯もないんで、本当に。
山だけっていやまあ本当にねいいそのトレーニングと本当にね八坂村っていうね面白いところに行けたんでめっちゃ良かったです。はい、まあ、今日は本当にねもうちょっとで終わるんですけど本当24時間マラソンを走ったかのようなね感動があるっす、うん。今6時35分ですね。やった、到着したぞ。もう着いた。今日もう家帰ってゆっくりしますか。そうですね、ゆっくりしましょうか。というわけで、そういうわけでね、無事4時間半の旅がね終わったわけですよ。まあ本当にね、コツコツ積み上げるということは何かと思ったら、まあ公務員試験と同じで。コツコツと積み重ねることがやっぱ大事ってことですね。本当一歩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 本当噛み締めてね。本当もう初めはね山2個も登るって言ってほんま登れるんじゃないかと思ったんですけど、いや登れましたよ本当。あれですっごい今多分めっちゃ今達成感の顔してます多分。ありがとうございます。